はい、どうも、マルモ18号です。はい、甲子園球場着きました。はい、今日は勝ちましょう。佐藤輝明選手ね、まあ、ヒット出てませんけども、ね、フルスイングはやめずに、今日こそ一発お願いします。ヒットとは言わず、ホームランでね、パッコン打ってね、見返してやってください。今日はね、佐藤輝明応援するために、はい、来てきましたよ。佐藤輝明のユニフォーム着て、しっかり応援しますんでね。パッコン打ってください。はい、ということで負けんといて、とりあえず、まあ、エラーなしでね、青柳さん援護してください。はい、それでは甲子園球場行ってきます。勝つでいい。はい、甲子園球場入りました。はい、本日の球場飯はこちらです。じゃーん、利久の牛タン弁当。はい、あ、もう匂いがいい匂いしてくる。開けましょう。はい、じゃーん、はい、出ました、仙台の牛タンでございます。はい、もう食べんでも分かるやつ、うまいって。はい、そして麦ご飯にお漬物入っております。はい、皆さん食いたくなったでしょう。飯テロ。うん、うまい。柔らかいけども噛み応えがあるっていう、最高。はいはい、ご飯が進むで。はい、これ食べて、はい、阪神全力応援します。はい、そしてこちら、じゃーん、シークレットニックネームキーホルダー。はい、ってことで海ちゃんとかね、選手の名前がニックネームで入ってるっていうね。開きましょう。じゃん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 、黄色。あ、ヤギさん、今日先発の青柳投手当たりました。これは演技映像。これは、はい、青柳投手頑張ってください。大丈夫かな。あった。うわっ、あー、いやー、すごくなー。悩んだ、タイムリー悩んだ、1点返しました。まあ、とりあえず1点です。はい、ってことで阪神負けました。いや、あの巨人戦の感動なんやってん。
あの感動なんやってん、燃え尽きたんか、燃え尽きたんか、違うやろ、違うやろ、こっからが大事なんやろ、頼んますわ。まあ今日は先発青柳さん、青柳投手が3点取られて、大山選手のタイムリー内野安打、近本選手のタイムリーヒットで2点返して1点差まで行ったんですけども、6回7回と満塁のチャンスで1点も取れず、まあそれが響きましたね。まあその後岩佐投手が浜地投手が打たれまして、8対2、大きく引き離されまして、試合終了。まあね、一平ちゃんがね、およよ一平ちゃんとね、まあいいピッチングしてたんですけども、8回、一平ちゃんがね、2アウトから、ランナー1人出したところで岩佐投手に交代、そこから、岩佐投手、ストライクなかなか入らずに、3点取られました。まあそこのねピッチャー交代、ちょっとみんなからね、なんでとかね言われてましたけども、まあ問題はね、2度の満塁のチャンスで、1点も取れなかったこと、まあそこかな。まあ佐藤輝明選手、佐藤輝もね、今日代打で、出てきましたけども、レフトフライ、54打席、連続ノーヒットってことで、来てきたんですけども、ダメでした、ダメでした。もう佐藤輝がね、まあ打ってくれたらなんかね、なんか空気が変わってね、まあ勢い出るかとね、まあ思うんですけども、なかなか出んな。はい、ってことでちょっと痛い敗戦でございます。はい、ヤクルト負けたんやけどな、はー、辛いな。あ、さっきのサインボール、球場で書いた。あ、やんな、うん、負けたな、ま、負けたな。薄れに来たんか、ま、負けたから。おっとな、残念やったな。ちょっとなんか一言言う。阪神優勝よう言えたな。さあな、優勝やな、諦めてへん。まさかそのコメントが今日聞けると思わんかったけども、優勝やな。まだ諦めたらあかん、ヤクルト負けたんでな。あ、またね、また応援頑張ろう。イエイ。はい、ってことで、まだまだ諦めたらあかんな。優勝や言ってますんでね、諦めたらあかん。うん、目覚めました。これからも阪神全力応援、明日からもね優勝目指して応援頑張ります。はい、とは言うたもののちょっときついな。なかなか阪神点取れない、得点力不足はね、まあ、否めない。そこでね、ちょっと皆さんにちょっとした情報をお伝えしておきます。昨日なんとベルロハスジュニア選手がソフトバンクとの練習試合で逆転満塁ホームラン打ってます。はいはい、どうですか。右打席打ちましたよ。どうですか。まあ3軍相手ですけどね、3軍相手ですけども、ベルロハスジュニア選手、そろそろ出番ちゃいますかとね。はい、ということで今日は帰ります。はい、皆さん、明日勝ちましょう。